もう一人出たら一人になったら出られて それでは総理ご発言願います。一日中間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際とされた新型コロナウイルス感染症の現状について、昨日の専門家会議では爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度持ちこたえているものの、同時に依然として警戒を緩めることはできないとの見解が新たに示されました。また3月19日頃を目途に、これまでの対策の効果について判断が示される予定です。引き続き国内の急速な感染拡大を回避するために極めて重要な時期にあります。政府としては先般決定された基本方針において、イベントの開催の必要性について被災した等に検討をお願いし、またそれを踏まえて全国規模のイベントについては中止延期規模縮小等の対応を要請したところですが、専門家会議の判断が示されるまでの間、今後おおむね10日間程度はこれまでの取り組みを継続いただくようご協力をお願い申し上げます。また専門家会議においては、換気が悪く多くの人が密集し、近距離での会話や発声が行われたという3つが同時に重なった場で、より多くの人が感染していたとの知見も示されております。国民の皆様におかれましては、こうした場所や場面をできるだけ避けていただくようお願いいたします。国内の健康被害を最小限に抑え、流行の早期収束を目指すとともに、経済への影響については、雇用の維持と事業者の方々の需要継続を当面最優先に全力を挙げて取り組まなければなりません。そうした考え方のもと、今日第2弾の緊急対応策を取りまとめました。まず感染拡大防止策と医療提供体制の整備については、需給両面からの総合的なマスク対策の実行、 PCR 検査の検査能力のさらなる拡大、ワクチンや簡易検査キットの開発などさまざまな分野での対応を加速させます。また今回の臨時休校要請によって職場を休まざるを得なくなった保護者の皆さんへ、正規非正規を問わず新たに助成を行い、さらに個人で業務委託契約等で仕事をされている場合にも支援を広げます。感染拡大によって休職や休業に直面し生活に困難を生じている方については、返済免除要件付きの個人向け緊急小口資金の特例を創設し、生活立て直しを支援します。事業活動が縮小する中にあっても、国民生活にとって最も大切な雇用を守るため、雇用調整助成金制度を大幅に拡充します。そして大変厳しい状況に置かれている全国の中小小規模事業者の皆さんに、しっかりと事業を継続していただけるよう、個人事業主を含め実質無利子無担保の融資を行うなど、総額 1.6 兆円規模の強力な資金繰り支援を行います。合わせてサプライチェーンの確保も支援してまいります。これらの施策の実施のため、今年度予算の予備費2700億円の活用などにより総額4300億円の財政措置を本日講じます。 1.6 兆円の金融措置とともに、閣僚閣議にあっては直ちにこれらの対策を実行に移してください。また海外における感染拡大を踏まえ、今後中国以外の国地域を入管法に基づく入国拒否の対象地域に指定する場合であっても、本対策本部において報告の上公表することにより、機動的な水際対策を講じていくことといたします。その上で今回は感染者数の拡大を総合的に判断し、
イランおよびイタリアの一部の州並びに3万人の全域について入国拒否の対象地域に追加いたします。今後手続きを進め、明日3月11日午前0時から効力を発生させるものとします。引き続き国民の健康と生活の安定を守るため、これまでの施策を着実に実行するとともに、日々変化する情勢の先を見据え、必要な対策を躊躇なく講じてまいります。ここでプレスの方をお答えして願います。はい、報道杉山大臣お願いします。3万人